こんにちは、ハンサムハンジです。音楽プロデューサーをやったり、自分でも歌を歌ったりしております。で、まあ、わし自身の音楽体験をもとにね、編み出した、まあ、独自な音楽理論、炎上ジャズシリーズのね、本を書いて、出したりしてますんで、よろしく。で、今日はウクレレをやっとる人にめちゃめちゃ役に立つ、ね、基礎練習を、押し出します。で、基礎練習ってつまんねえじゃん。ね、運指の練習ってつまんねえんだよ。俺も大嫌いであんなのね。でも、この練習を俺始めてから、めちゃめちゃね、いろんな、もうすべてだよ。ね、なんかウクレレでやりたいこと、すべて上達した。だもんで、これはね、ぜひやってほしい。で、音楽をやる上でさ、ね、一番重要なのって、やっぱ音感なんだよ。だって音楽じゃん。なんでみんな音感を言わないのって思うんね。その音感っていうのは絶対音感ではなくてね、相対音感ね、これを基準としたときにどんだけの音の階段が離れてるか、それを移動度的に言えばドレミアソラシドで表現できるから便利なんだよ。だからね、移動度って結構さ、移動度嫌いってね、分かんないっていう人もおるかもしれんけど、この動画見たら移動度と友達になれるから、最後まで見てください。で、今日は島村楽器の琴音です。じゃあね、ウクレレの3弦から弾くドレミアソラシドってできる？ね、まあメジャースケールね。じゃあまあ、3弦の3フレット。ね、この音から、いくよ。ほら、ドレミアソラシドって聞こえるじゃん。で、これをドレミアソラシドって呼んじゃえばいいんですよ。ね。だから、ドレミファソラシドって歌っちゃえばいいの。こうやって。で、これを自分で探して、ね、多分ドレミアソラシドって世界で一番有名なメロディーだもんで、自分で探してゆっくりでいいんで。こういう風に自分でドレミアソラシドの配置図がね、大体分かってきたら、これをドからレ、ドからミ、ドからファ、ドからソっていう風に全部ドに一旦戻る練習。そうするとドからの距離が頭とか体に入るんだよね。ちょっとやってみるよ。ゆっくりね。ドレドミドファドソドラドシドドドって、こんだけ。これをとにかく毎日やって、そうすると相対音感ね、ドからソってこういう音の距離なんだとかね、ドからラはこうなんだってことは体で分かっちゃう。だもんで、聞くだけでこれはラの音だとか、あ、これはどっから死の、何？跳躍の感じだとかね。それが分かっちゃうんだよ。そうすると何ができるかっていうと、ね、アドリブが弾ける。ね、アドリブが。だって頭の中で浮かぶメロディーが、ね、ドレミアソラシドで聞こえるんだもん。そうすれば、しかも、ウクレレのさ、ドレミアソラシドって決まってるからさ。どっからでもね。だからこれをやれば、アドリブ弾けるじゃんだって。頭に浮かぶメロディーがアドリブだよ。ね、指でさ、こう、手癖で弾くんじゃなくて、ね、心から湧き上がるメロディーがやっぱりいい歌なんで。だからまあとにかく最初はもう3弦のどこでもいい。そこから、って、ドレミアソラシドって聞こえる音の配置をまず自分で探す。探したら反復練習。ね。ドレドミドファドソドラドシドドド。で、次に下がってみる。ドドドシドラドソドファドミドレド。これをとにかく毎日10往復ぐらいやるだけで、ね、まずさ、自分の 目から見て、指板上のさ、ここからここをドドしたドレミアソラシドが覚えれるじゃん。で、声に出して歌うことで、その指板の何ドレミアソラシドと自分の声が一致する。さらに自分の声、ウクレレの音で耳に入るじゃん。これが相対音感としても繋がる。つまり全て OK なんだよ。ね、声、耳、指。これがね、全て、鍛えられる。もう究極だ、これ。究極だと思う、俺。もう俺、こればっかやってる。ね。で、運指は、まあ正直ね、どうでもいいんだけど、ね。でもまあ、基本はギターとかウクレレって、ね、この指のこの4本あるし、4本。4本を1フレットごと使うんだよ、大体。こうやって。こう、1、2、3、4って。これ基本です。だからまあ、何？ただ、どこからレはさ、1個開くじゃん。
だから、人差し指をドとしたら、中指使わずに薬指でレを弾く。で、ミは、人差し指を上に上げて、ミ。で、ファは、隣だから、隣の指、中指使う。で、ソは、一個飛ぶから、小指を使う。で、ラはまた上げて、シは一個飛ぶから、中指飛ばして、薬指。ドはシの隣だから、小指で弾く。っていうのが基本。だから、これを、練習してもいいと思います。わしはね、そこまで厳密に弾いてないけども、でもこれ基礎練習なんで、基礎練習はこうやって指一本ずつやっていくのもいいと思います。なんでこれをね、とにかく毎朝、毎日ね、しかも移動となんで、どっからでもいいんだよ。とにかく自分の気持ちのいい場所を探して、ね、ちょっとここが高いと思ったら下げる、ね、低いと思ったら上げるっていう風に。やって自分が気持ちよく出せる場所を探して、まずそれを、そのポジションを毎日やって。で、だんだんずらしていこう。ね。例えばこうやって、5フレットから。ドレドミドファドソドラドシドドドドドドシドラドソドファドミドレド。こんな風に、どっからでもドレミアソラシドって聞こえるのが移動度だし、相対音感なんで。この練習をとにかくやって。そうすると本当に歌も上手くなるよ。歌も上手くなって、ね、自分で指板が見えてくる。ここに、ソがあるなとか。しかも耳で、あ、これはソの音だなって分かるんだよ。そうしたら、マジでね、簡単なメロディーだったら、自由に弾けるようになりますんで。これを毎朝5往復。で、家帰ったらまた5往復ぐらい。ね、合計10回ぐらいやると、多分1ヶ月2ヶ月で変わってきます。まず指が動いてきます。ね。わしみたいな、こんなね、ゴリラみたいな不器用でも、一応弾けるじゃん、あんな風に。ね。こんなすぐだから。で、指が動いた頃には、自分の声と音がね、ピタッとね、一致する。そうすると、相対音感と、発声が繋がるんで。だから、この練習やるだけで、本当に音楽の重要なことが、すべて手に入ると思います。なんでね、ぜひやってください。で、今は3弦やったじゃん。ね。4弦からの、ドレミ配置はまた違うから。まず3弦やって、それをマスターしたら4弦やって、で、ギターの人は5弦、6弦もやる。そうすると、もうどこからでも、どの位置からでも、ドレミの配置図がわかるの。配置図が見える、地図が見えるんだよ。そうすると、ソが弾きたいんだよって。これラなんだよって。わかったら、超音楽楽しいんで。絶対、この、ね、ハンサムハンジ考案の究極の音感発声、運指総合トレーニングなんで、ぜひやってみてください。というわけで、今日はこの辺で、チャンネル登録とか、あといいねとか、ぜひやってください。ほんじゃ、バイバイ。